えっと、いちごあ第2回のやつで、ともれいの動画を見てくれた人がいるんですけど、それが、ムナ勇者人の、むなゆっていう人の、えっと、なんだっけ、コメントに答えたいと思います。えっと、前に、撮ったともれいの、なんか悪口を、あの、言ってくれって言ったので、ね、もう一個撮ります。じゃあ、三つあるんですけど、じゃまず、一つ目。 えっとまあ、コロナウイルスで、なんかトモレーが、コロナウイルスありがとうとか言って、あのまあ、コミケ中止で悲しんでる人ざまとか言ったりしてて、まあ、コメントでも悪口言ってんですけど、なんかコロナウイルスありがとうとか、何がそれでコメントで、まあコメントで、えっと、コロナにかかって家族とか、 かあの感染した人心の言葉だなコミコミケを楽しみにしてた人もんあ安心できる言葉だけどあんまり意味ないとかあとト,トモレーのあだ名を発表しますとかいろいろ、まあ、この人に言われてるんですけどあとなんか 次2個目で、と、ヒカキンのまた悪口であの、コロナウイルスで外に出れない若,の若者たちへという動画で、またこの人が、お前う、そろそろ、嘘をやめろとか言って、まあ、高評価のところで、グッドボタンじゃなくて、なんか、こっち、下のボタンをいっぱい押されてて、893人だけど、 それ嘘ばっかしついてんじゃねえとか、この動画出すと思った人とか、まあ、あこの動画、あの、自分だったら消すと思った人って言って、トモレイクスラと思う人とか、いろいろ悪口言われてるんですけど、それで、次の動画が、3個目で、これが一番、まあ、あ4つあるか、あと2つ。えっと、志村けんがコロナウイルスにかかったのに、 全然悲しくないとか言ってて志村けんさんはお笑い芸人みたいですよねなのにまあこの人は悲しくないとかもう悪口言ってるんですけどまあそれぐらいしか分かんないそれで次はフィッシャーズの動画で YouTuber 卒業式のまああのフィッシャーズの卒業式まあ簡単には祝う会、かい YouTube だけの それだけでどんな時にもふざけんなあこんな時にふざけんなとか言ってて、まあ、まあコロナウイルスでかかってて、まあ、わざとやってるところもあるんだけどそこはば,ばらばらばせるためとかでやってるのにねまあこれ嫌いですというとおりでコメ、えっと、これで終わりなんですがまあもしそのその人の やつで見たいんだったらまあともれともれって検索してまあともれって検索すると出てきますほんで僕の動画は、まあ、僕の動画を見てる人はチャンネル登録とグッドボタンお願いしますえっとまあコメントがとにかくまあ始めたばっかりだから少ないんだけど まあ、コメントとかいろいろしてくれる質問に答えるようになれ。じゃあバイバイ